岐阜県政ホットラインスタート。美濃足、飛騨の木工、美濃焼など県内には人々の暮らしを支えてきた歴史ある伝統産業が数多くあります。岐阜県にはこれらのものづくりを支える4つの試験研究機関があり、岐阜の製造業を総合的に支援するため新しい技術や商品の開発支援、共同研究などに取り組んでいます。今日はその研究機関の一つ、県産業技術総合センターにやってきました。このセンターで開発した新しい技術が使われているのが岐阜を代表する伝統産業、関の刃物です。綺麗に刃に描かれた水面のイラスト、実はインクなどの着色剤を使わずに特殊な技術で描かれています。この技術の開発に携わった田中研究員にお話を伺いました。新しく開発したレーザー加工技術によって金属の表面に薄い酸化膜を作ります。その膜の構造をコントロールすることで表現したい色を出すことができます。レーザーを当てて加工しますので着色したり印刷したりすることもないため剥がれ落ちませんし、微細な加工も可能なので刃物をはじめとした様々な金属のデザインの幅を広げることができます。この技術を活用しまして、よりデザイン性の高い関の刃物の商品開発につなげていきたいと、そう思っております。実はこの包丁、もう一つ岐阜の伝統産業の技術が使われているんですよ。よく見ると一般的な包丁に使われる口輪や鋲と呼ばれる刃と柄を固定するための金具がありません。この柄の部分に使われている技術について、木材の加工技術などを研究する県生活技術研究所の森茂研究員にお話を伺いました。生活技術研究所では主に建材や家具などに用いる木材の加工技術などを研究しています。研究所では木材圧縮技術も研究してきましたが、今回この技術を包丁の柄の部分に応用しました。これにより留め具を使わずに刃の抜けにくく衛生的でデザイン性の高い包丁を作ることができます。今後この技術をはじめ木材加工技術を他の業種にも生かすことで飛騨の木材加工の技術の幅をさらに広げていきたいです。新しい技術を開発していくことで岐阜のものづくりがさらに進化して、その魅力がさらに広がっていくといいですね。来週も見てね。